ハロー YouTube ニハオヨークワンリンチーです。ですね、今日もですね、破壊のバイリンガルの僕が中華ネタをお届けしようと思います。ですね、今日のお話なんですけども、連日ニュースで伊勢谷友介さんっていう人が大麻かなんか所持してたっていう、話がね、ずっと連日流れてると思ったんですけども、この伊勢谷友介さんも中国だったら、どうなっていたかっていう、話なんですけども、どうなると思います？皆さん、死刑になると思いますかって思ってるでしょ。麻薬持ってた瞬間死刑みたいなね、そんな感じなんですけども、もし中国でその大麻とか吸ってるところを、捕まって見つかったら無罪です。何の罪にもなりません。本当に無罪です。ただ教育として、2週間、どっかの教育施設に、入れられる可能性があります。かつ2000元、3万円の罰金になって、教育期間ね、多分変わらないんでしょうけどね、鑑別所とね、2週間ね、入った後、もう何もないです。前科つきません。ただそれだけです。ただ普通にさ、仕事してる人が2週間もさ、どっかにいられてたらさ、かなり痛いよね。かなりダメージ食らうよね。その点ではさ、一緒だよね。というわけで、普通の一般人がね、ちょっと大麻やって捕まったところで、そのぐらいです。何にもなりません。ほぼほぼっていうかね、ほぼほぼあれなんですよ、来ないですよね。いちいちその誰かが大麻吸ったぐらいにだったらね、なんかやっててさ、目つけられてるとかさ、そのぐらいじゃないと来ませんね。しばらく何年か前にね、ファンズミンっていう JC ちゃんっていうジャッキーチェンの息子が麻薬で捕まったんですけども、その時はですね、麻薬吸う場所を提供していたと。でそして売人と認識されるほどの量を持ってたということで、売人として認識されたわけなんですよね。それなんでジャッキーの息子っていうのは捕まって、その時もね、半年でした。半年で出てきました。でそのぐらいなんですよ、一般的にはね。ただし本当にさ、そのマフィアの元締めぐらいの何十キロとか何百キロとか扱ってたら死刑になる可能性あります。ただし普通にね、一般で自分で一人で持ってやってる人ような人たちは、精神病の扱いなんで、一種の病気の扱いなんで、無罪放免です。はい、このようになります。ただし芸能人の場合だとどうなるかっていうと、その後ね、かなりの確率でも二度とテレビに出れなくなります。はい、だから芸能関係はね、ほぼほぼ終わったと、考えていいと思います。ものすごく人気あったりとかね、コネクションあったりとかしたらまた出れる可能性あるんですけども、その後さ、7、8年とかさ、10年とか、出れない可能性があるので、やめといた方がいいと思います。別に大麻なんて多分吸っても何も起こんないだろうし、おそらく酒飲んだがマシぐらいの、効果しかないと思われるので、ただね、大麻ね、確かアメリカとかね、カナダとかではね、全然合法で、僕一回アメリカのホテルに泊まった時に、部屋の中でお酒とタバコ禁止、タバコ禁止だからねって言われて、酒はいいか、タバコ禁止だからねって言われたんだけど、でも大麻はいいよって言われて、へえって思ったことがあるんですけども、タバコの方が厳しいんですよね。だから子供がいる母親に近づいて、その大麻吸ってた場合と、タバコ吸ってた場合と、タバコの方がね、嫌がられると、キリングとか言われてさ、傷つけてるとか殺してるとかの そんな感じで、言われがちなので、アメリカ行く人は、その点に認識、しといてください。吸って何の意味があるかは僕は分かんないんですけども、僕基本的にもう煙吸うっていうのが意味分かんないんで、煙吸ってさ、しかもさ、定期的にさ、その道具を持ち歩くっていう、もう感覚が分かんないですよ。タバコってさ、タバコね、タイマー知らんのですけど、タバコの紙のケースあるです。しかも その中にさ、潰れやすいものが入ってて、それを潰さないように持ち歩くっていう、もうこの行為がね、極めて不合理な行為だと思われるの でかつライターとか持ち歩かなくちゃなんないじゃないですか。ライターとか持ち歩いて、それにいちいち火をつけて煙出しながら吸うっていう行為が、
なんかもう僕面倒くさいとか鬱陶しいとか思っちゃうんで、僕はその煙系は多分、全然やらないと思います。とにかく面倒くさい。はい、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。それでは皆さん、リッチーでした。スイッチエン。